No.I.NZM 岸優太のラップがファンを熱狂の渦に。平野翔の歌声と表現力が観客の心をつかむ。特に岸優太のラップパートは、これまでの彼のイメージを覆すほどの力強さとエネルギーを持っていました。音楽が心に突き刺さる瞬間というのは、誰しも一度は経験したことがあるでしょう。それは一種の魔法のようなもので、瞬間的に現実を忘れさせ、 感情を揺さぶり、まるで別の世界に引き込まれるような感覚です。特に、ナンバーアンダーライン愛のようなアーティストが持つその特別な魅力は、ただのパフォーマンス以上のものを提供します。彼らが一度舞台に立つと、その場の空気が一変し、観客の全身に電流が走るかのような圧倒的なエネルギーを感じさせます。最近の INZM という曲は、その象徴ともいえる存在です。 ライブパフォーマンスで披露された瞬間、多くのファンが SNS 上で、言葉にならない、衝撃的だ、とコメントを残しました。これは単なる誇張ではありません。彼らのパフォーマンスが始まった瞬間、その熱量は観客に伝わり、会場全体が一体となって盛り上がるのです。特に岸優太のラップパートは、これまでの彼のイメージを覆すほどの力強さとエネルギーを持っていました。 ファンたちはその新たな一面に驚き、そして熱狂しました。騎士のラップは、まるで心の奥深くまで響き渡るような力強さがあり、その場にいるすべての人々を巻き込みました。平野翔もまた、観客を引き込む力を持つパフォーマーです。彼の表現力は、単なる歌やダンスを超え、観客に感情を直接届ける力があります。彼の歌声は時に鋭く、時に優しく、 ままるるで彼自身がそのの歌詞を生きているかのように感じさせます。INZM のパフォーマンスでは、その圧倒的な存在感とともに、彼の繊細な表情や動きが観客の心を捉えました。そして、その感情が観客の心に深く刻まれるのです。神宮寺雄太もまた、独自の魅力を持つメンバーです。彼のパフォーマンスは、他のメンバーと比べて控えめでありながら、 その中に込められた感情は非常に深く、観客に伝わるものがあります。彼の歌声は時に力強く、時に優雅であり、その声が持つ響きが観客の心に直接届きます。特に INZM のパフォーマンスでは、彼の表情や動きが一層際立ち、観客に深い印象を与えました。この3人が一つのステージで共演するとき、その化学反応は計り知れません。 それぞれが持つ個性とエネルギーが交錯し、観客に新たな体験を提供します。INZM という曲は、その一例に過ぎません。彼らの音楽は、ただ聴くだけでなく、その場にいるすべての人々がその世界に引き込まれるような体験を提供します。そして、その体験は観客の心に深く刻まれ、長く記憶に残るのです。彼らのパフォーマンスを通じて、 観客は日常の喧騒を忘れ、一瞬だけでも別の世界に飛び込むことができます。それはまるで、現実を忘れさせる魔法のようなものです。そして、その魔法は、観客が日常に戻った後も、その余韻を長く感じ続けることができるのです。特に、最近のパフォーマンスは、観客にとって忘れられないものとなりました。sns 上での反響を見る限り その感動ががどどれほど大きかかったかが伺えます INZM のパフォーマンスは彼らがただのアイドルグループではないことを証明しています。彼らは自らの音楽を通じて新たな価値を提供し観客に深い感動を与えています。それは単なるエンターテインメントの域を超え観客の心に直接響くものです。そしてその響きは観客にとって忘れられないものとなり 長く心に残るのです彼らの音楽にはただの音楽以上の力があります。それは観客の感情を揺さぶり、新たな視点を提供する力です。そして、その力は彼らが今後も成長し続ける中でさらに強くなることでしょう。彼らのパフォーマンスが進化するたびに、観客は新たな驚きと感動を得ることができるのです。そのような驚きと感動が、 観客を引き込み続ける理由でもあります彼らのパフォーマンスはただの視覚的聴覚的な体験にとどまらず観客の心に深く刻まれるものです。そしてその刻まれた感情は観客にとって長く記憶に残り続けるのです。ではなぜ彼らの音楽がここまで多くの人々に影響を与えるのでしょうか。それは彼らの音楽がただのエンターテインメントではなく。 観客に新たな視点ををを提供し感情を揺さぶるる力を持っているからです彼らの音楽は観客が日常生活で感じる悩みやストレスを一時的に忘れさせ新たなエネルギーを与えるものです例えば最近のパフォーマンスを見た多くのファンがこの曲を聴いて明日からまた頑張れるとコメントしていますこれは彼らの音楽がただの娯楽以上のものであり 観客に新たな力をを与えるるものであることを示しています彼らの音楽は、観客にとって一種の癒しとなり、日常生活での困難や悩みを乗り越えるためのエネルギーを提供しているのです。さらに、彼らの音楽は単なる音楽ではなく、一種のアートでもあります。そのアートは、観客に新たな視点を提供し、感情を揺さぶる力を持っています。そして、その力は、 彼らが今後も進化し続ける中でさらに強くなり続けることでしょう。彼らの音楽は、ただの音楽以上のものであり、観客に新たなエネルギーを与えるものです。それは、観客が日常生活で感じる悩みやストレスを一時的に忘れさせ、新たな視点を提供する力を持っています。そして、その力は、彼らが今後も進化し続ける中でさらに強くなり続けることでしょう。彼らの音楽が持つ力は、 観客にととって一種の癒しとなり日常生活での困難や悩みを乗り越えるためのエネルギーを提供しています。そして、そのエネルギーは、観客が日常生活で感じる悩みやストレスを一時的に忘れさせ、新たな視点を提供する力を持っています。今後も彼らの音楽がどのように進化し、観客に新たな驚きと感動を提供していくのか、それは非常に楽しみです。そして その進化がもたらす新たな驚きと感動を、私たちは期待せずにはいられません。彼らの音楽が持つ力は、今後も多くの人々に影響を与え続けることでしょう。また、ナンバーアンダーライン愛の音楽が進化する中で、その背後にある創造性と努力についても注目する必要があります。彼らがどのようにして常に新しい挑戦を続け、その結果としてファンに新たな感動を提供できるのかという点に、 真の魅力が存在します彼らの音楽制作過程にはメンバー自身が深く関与していることが知られています。楽曲のテーマや歌詞の内容、パフォーマンスの構成に至るまで細部にこだわり抜いているのです。特に INZM のような楽曲では No.1LINEI のメンバーたちが一体となって作り上げた世界観が明確に伝わります。この曲は単なる音楽ではなく、 一種ののの物語のように感じられるのです。その物語にはメンバーそれぞれの個性や感情がしっかりと反映されています平野翔の情熱的な歌声岸優太の力強いラップそして神宮寺優太の落ち着いた表現力が組み合わさることで楽曲に深みが増し観客を引きつける力が強まっていますさらに彼らのパフォーマンスが観客に与える影響は単に音楽の技術的な部分にとどまりません それ以上に、彼らが放つエネルギーや感情が観客に伝わることで、共感を呼び起こし、観客自身が感動するのです。ファンたちが SNS で感情を爆発させるようにコメントしているのも、この共感が生まれている証拠と言えるでしょう。やばい、最高を感動したといった言葉は、彼らのパフォーマンスがどれほど深く心に響いているかを端的に示しています。彼らの音楽やパフォーマンスは、 エンターテインメントの枠を超え、ファンにとっての生きる力やモチベーションの源泉となっています。日々の忙しさやストレス、あるいは困難な状況に直面したとき、彼らの音楽は一種の癒しや励ましとして機能します。それは、ナンバーアンダーライン愛がただのパフォーマーではなく、観客の人生に寄り添う存在であることを物語っているのです。彼らが日々成長し続ける姿勢も、ファンにとって非常に魅力的な要素の一つです。 彼らは決して現状に満足することなく、常に新たな挑戦を求め、自らの限界を押し広げようとしています。例えば、INZM ではこれまでとは異なる音楽スタイルに挑戦し、観客に新しい体験を提供しました。その挑戦はリスクを伴うものですが、彼らはそれを恐れず、むしろそれを楽しんでいるように見えます。そして、その挑戦が成功したとき、 観客は新たな感動を得ることができるのですこのような姿勢は、彼らが今後も音楽業界で長く活躍し続けるための大きな要素となるでしょう。彼らは単にトレンドに流されるのではなく、自らのスタイルを確立し、進化し続けることができるグループです。彼らの未来には多くの可能性が秘められており、その未来がどのように展開していくのか、ファンとしては目が離せません。また 彼らが作り出す楽曲やパフォーマンスが、これからの音楽シーンにどのような影響を与えるのかも非常に興味深いポイントです。彼らが新たなジャンルやスタイルを確立することで、他のアーティストやグループにも刺激を与え、音楽業界全体が進化する可能性があるのです。特に、INZM のような楽曲は、その独自性と革新性から、多くのアーティストにとってもインスピレーションの源となるでしょう。そして、 彼らの成長を見守り続けるファンたちもまた、ナンバーアンダーライン愛の一部といえる存在です。彼らの成功には、ファンの応援やサポートが欠かせません。ライブ会場での熱狂的な応援や、SNS 上での拡散活動など、ファンたちの力が彼らを支えているのです。彼らとファンの間には、単なるアイドルとファンという関係を超えた、強い絆が存在しています。その絆があるからこそ、 彼らは困難な状況でも前進し続けることができるのです。このように、ナンバーアンダーライン愛の音楽やパフォーマンスは、単なるエンターテイメントを超えた存在となっています。彼らの音楽は、観客に新たな視点を提供し、感情を揺さぶり、そして日常の悩みや困難を乗り越えるための力を与えているのです。そして、その力は、彼らが進化し続ける限り、さらに強くなり続けるでしょう。 今後の彼らの活動に期待しつつ、その進化を楽しみにしていきたいと思います。この成長の過程は、単なるパフォーマンスの向上だけでなく、彼ら自身の内面的な成長とも深く結びついています。新たな挑戦を続ける中で、彼らは自身の限界を知り、それを乗り越えることで一段と強くなるのです。そして、その強さが音楽に現れ、観客に新たな感動を提供するのです。また ナンバーアンダーライン愛の音楽が持つ社会的な影響についても考えてみる価値があります。彼らの音楽は単なる娯楽の枠を超えて社会の一部として機能しているのです。例えば彼らの歌詞にはしばしば挑戦、成長、絆といったテーマが織り込まれています。これらのテーマは現代社会で多くの人々が直面する問題や悩みに対する一つの答えとなりうるものです。彼らの音楽は 困難な状況に立ち向かうための勇気や希望を与え、そしてそれを乗り越える力を提供しているのです。現代の音楽シーンでは、エンターテインメントだけでなく、社会的なメッセージを持つアーティストが注目されています。ナンバーアンダーラインア i もその一例であり、彼らの音楽は多くの人々にとってのインスピレーションの源となっています。彼らの楽曲を通じて、リスナーは自分自身を見つめ直し、 そして新たな目標に向かって進むための力を得ることができるのです。